毎年6月最初の閣議には閣僚全員が沖縄のシャツ、かりゆしウェアを着用し出席するのが恒例。6月1日、野田総理もかりゆし姿で閣議の直前に開かれた5回目の行政改革実行本部に出席しました。行政改革は政権交代以降、事業承継などを通じまして一生懸命取り組んできたテーマであります。特法改革や特会改革についても重要な法案を国会に提出をさせていただいております。着実に改革を実施を前進をするためでございます。まさに今現在も取り組みが進められている行政改革。今回の議題は、公益法人への支出の適正化に不断に取り組むため、水曜日、独法からの支出状況の公表と、その点検によって実施について決定したいと考えております。今回決定された公益法人に対する支出の公表・点検の方針。各省庁と独立行政法人から、公益法人へと支払っている補助金や契約などによる支出が公表の対象となります。このうち1000万円以上の支出や前年度も同じような支出があったものに対して毎年点検・見直しを実施、事務や業務の廃止・縮小、委託先の変更など必要な措置を速やかに講じることとしました。引き続き国民の皆様にその前にしっかりと成果を示しながら、これからの時代にふさわしい行政のあるべき姿を作り上げていくための諸改革を進めていきたいと思います。時代に合った行政のあるべき姿、今回の会議ではこれまで続いてきた慣例にも切り込みました。時代や社会の変化に適切に対応できる行政を作り上げるために、いわゆる役所文化を変えていく必要があると考えております。と、公用車による省庁幹部クラスの自宅などへの送迎についても見直し、今後はごく一部の職員に限定することにしました。さらに、今月7日から始まる各省庁自らが行う事業仕分けともいえる行政事業レビューの公開プロセスについては、いわば確認扱いをまだ裸にする取り組みであり、各省においてしっかりと事業の実態を明らかにした上で検証議論をお願いしたいと考えております。国民の視点に立って各省が主体的自律的に事業の点検改善を行い、概算要求に適切に反映をさせていただきますようにお願いします。各閣僚におかれましてはぜひリーダーシップを持って対応していただきたいと思います。